今日のジョーチャンネル。右の横どこにある左ですよ。グリーンの真ん中に言ってよ。はい、皆さんこんにちは、ジョーチャンネルです。さあ今日はまたねゴルフに来ましたけども、そうですね、回らないゴルフに、はい、ね、真夏ですけども、まあでも楽しくねやっていきたいと思うんですが、今日はねちょっとなんとスペシャルゲストを、ね、いや本当ですね、呼んでます、とうとう、はい、はい、なのでちょっとこの方に登場していただきましょう、はい、それではどうぞお願いします。走り抜けてったよ。ちょここですよ、ここですよ。すいません、すいません。すいません、すいません、どうも、ありがとうございます。岡野正幸さんです、どうも。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先輩はこれあれですか、ゴルフはもう、ね。あのね、渋野さんより歴は長いです。歴は長いんだ。渋野さんより全然長いです。なんで渋野なんですか。いやいや、渋野さんすごいじゃないですか。すごいね、確かにね。頑張られてるんですけど、うん、まあ歴は長いんですけど、うん、100切るか切らないか。切らないか。ああ、いいですね、はい。楽しいね、ゴルフをちょっと ね、今日やっていきたいと思いますけども。はい、岡野さんとは何度もね、俺、ちょっと一緒に、ね、あ、そうなんですね、ゴルフをやったりするんだけど、うん、やっぱりバーディーとかも取るわけよ。だから今日ちょっとバーディーを期待してね。持ってるんですね。うん、じゃあちょっと待ってよ。今日はアゲインストなんですね。しゃがむ人だけは知ってるの。そういうの知ってるのね。そういうの知ってるね。そういうやっぱり、ね、知ってることを言いたくなるからね。そう、まあぜひちょっと今日ね、はい、楽しんで、いやもう本当に楽しくやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、どうさ、バーディーチャンスですよ、これ。バーディーチャンスはちょっとさ、はい、昔の日本代表のさ、はい、カズさんとやってたじゃない。あれですか、キックオフで。はい、じゃあこっちだったね。そうですね、こっちですね。ちょっといいかな、やりますか。はい、入った、これ入った、これ入った。あー、バーディーチャンスです。結構長いですよこれ。いやいやいや、いやもう短く見えるってやってるから、もう今ので。これ入ったらすごいですね。あー、これ入った。めっちゃ出ちゃった。野人でございます。ジョーのチャンネルで、私がこんなこと言っちゃいけないんですが、325ヤード、あの木っていうか山を越えたらジョーはワンオンします。私たちはあの右側を狙っていきますけど、ジョーはあれ多分ワンオンするので、それをぜひ皆さん見ていただきたいなと。あの先輩、無茶振りばっかりしますよね。それね。いや、そうなんで。そうですね。まあでも先輩に言われたらやっぱりやらなきゃいけないから、うん、まあちょっと OB 覚悟でね、はい、ちょっと一回やってみたいと思いますね。わかりました。やりましょう。やりましょう。よし、やりましょう。それはもう見たいですからね。見たいです。ガツッと。よし、じゃあそこね。じゃないかな。うわー、これどうだろう。これはね、でもいいとこ行ったと思うんですよ。いやいや、ちょっと行ってみましょう。あのね、大丈夫、前の組とか。いやいや、狙えってたのは岡野君だけど。そうだけど、そう、本当にあのね、ちゃんと考えてね。1打目打ったのがここでしたね。あともうちょっとで乗りそうでしたけども、惜しかった、ね、乗らなかったということで。でもね、あの狙い狙いってた岡野さんがね、もう3区で出してもうずっと向こうに行ってね、相手にしてこないだよね全然。岡野さん、ここにありましたよ、ここまでグリーンオンしなかったけど、あのワンオンチャレンジってこれ岡野さんが振って撮ったのに全然カメラに来ねえんだもん。まあいい、もう打って、
うん、もう打って。いや、だからワンすごいんじゃない。そこにあったんだよね。そういうの欲しかったの、ここで。いや、そこにあったよ。俺のあった。あった。岡野君ないから、もうそっち打って。はい。本当にね、ひどい人ですね。じゃあ僕もね、ちょっと番組出させていただいて、このクラブを買いました。僕に合ってると。ほうで、多分179ぐらいですかね。170じゃあちょっとでかいかもしれないですけど。ああ、でもいいですね。まあちょっと軽くね。うん、まあ、ちょっと見せますよ。これちょっと見たいね、ワンオン。いや、頑張ってください、岡野さん。あ、アゲインスト。なんでわかんない。アゲインスト。今手前に聞いたからちょっとね。なるほど。そう、わかった。ちょっとすいません、ちょっといいですか。すいません。早く打ってもらいますね。見てください。そう。さあ、どういうショットを見せるか。早い探しに行った。オービーです。オービーでした。オービーだ。オービーだった。いやアゲンストでしたね。じゃあ岡野さん、来ましたね、はい、ショート。ショート来た。またやりますよ、これね。僕はね、はい、まあ、ジョールバル、まあ、たまたまあそこにいてゴール入れた男ですけど、はい、ジョーがね、その後半出てね、同点ゴール入れたから僕にチャンスが来たんですよ。でね、今日ジョーチャンネル出てるわけですよ。これ、ワンオンするでしょ。それ関係あるの？そういうの。でもね、僕はね、渋野さんより経歴長いからね。そう。それだけはね、言っときますよ、ジョーチャンネルの人たち。そうだね。経歴は長い。経歴はね。でもそんな人あとは別に。まあただね、ショートこれね。いや、これわかんない。これはもうね。ね。うん。乗せてバーディーチャンス。もちろん、つけましょう、とりあえず。もちろん。ちょっと待って、待ってよ。お願いします。うん、あ、なるほど。アゲインスト。あれ、ずーっとさ、こうやってひたついてこうやってたのに、もうそれやめたんだね。もうね、疲れてきちゃってんだ。疲れてんだ、もう、本当に。じゃあ、ちょっと待てよ。あー、なるほど。あ、それ見たら分かるの？分かる分かる。もう俺はね、野人だから分かるの。分かるのね。うん、温度がね、いろいろ湿度とかで、うん、ボールが止まると止まんねえとか俺分かる。分かるんだ。うん、はあ、さすがだ、ね。ちょっと楽しみですね。楽しみだよ。はい、これね、距離は165ヤード。はい、ちょっとやっぱりアゲンストですからね。170ぐらいあるかもしれないですけど、ね、うん。まあまあ、なんとなく、まあ、なんとなく。なんとなく分かりますね。うん、ジョーさんからですか、うん、じゃあ。はい、じゃあ、はい、ですね。僕、セミの声とか全部分かりますから。だけどさ、本当っぽいよね。165ヤード、7番アイアンで。あー、上げてるな。ちょっとフェードでいいかな、ね。あー、ちょっと流されたか。流されたけど、でも乗るでしょ。ナイスオン。ナイスオン。乗ったけど遠いね。ちょっとね、パッと距離残しましたが、あ、でもいい。でもワンオン。まあ、オッケーオッケー。オッケーです。よし。なるほど。じゃあ、すみません、先輩お願いします。先輩。それよ、今 T 探してっからね。まあ、T はいらないかな。まあ、T いらない。なるほど。
お、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 回ってった。お、ドロー乗るか。あ、大きい。大きい。え、あれ OK じゃないの？OK じゃない。大きい。え、あれ。え、あそこでしょ？あの木の近くに行きました。いや、あれ OK じゃない？OK。あれでしょ？あれじゃないよ。どこにあるの？もっと奥行った。いや、あの、入れるとこどこにあるの？入れるとこ左ですよ。あの、グリーンの真ん中じゃないですか。言ってよ。俺あれだと思ったから、俺もオッケーじゃん、あれやったら。そうか。あの木を狙ったんす、ね、すいません、ちょっと言うの忘れてたらもう。あれだったらニアピンですね。すいませんし。いや、岡野さん、ちょっとやっぱり、すいませんね。言うの忘れちゃったから、俺。ね、グリーンのも左側にピンが立ってますよっていうね。俺、あの木がさ、うん、木のところに穴があると思ってたから。そうですよね。穴って言っていいのかな、なんていうの、あれ。あれはね、でもあの辺はね、そう、ちょっと言うの忘れてたんで、あれ言ってもらわないからさ、うん、やっぱちっちゃうんだよね。やっぱそうだよね。あ、まあでも方向はね、もうあの木に一直線だったからね。そう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 、すごい良かったと思う。だけどもう、OK でしょ。まあ OK なんだけどね。だけど、カップが違うんで。あ、違うの？そう、でもあそこからさ、セカンドで寄せて、ワンパットでパーですからね。寄せて？あ、入れて入れちゃえばいい。あ、入れちゃえばいいね。あのね、ずーっとね、うん、気になってんだけど、ジョーチャンネルの皆さんね、もう僕に傷をいくら入れてもいいけど、入れちゃえばいいです。入れちゃえばバーディーなんですよ。そうそう、入れちゃえばバーディーですよ。で、これでもね、ずっとさ、俺たち1ホール目からずっと付き合ってんだけど、うん、あのずっと言ってるよね。そう。一回もの近くに行ってないんだけど。でもさ、1ホール目から言ってるかもしれないけど、うん、ね、これゴルフ残念なので18ホールあるんですよ。あ、そうだね、18ホールあるから。いや、その18ホールの中で1回ポツンと入れればいいです。 あれ見て。うん、あれ打てないね。見て。でもね、そう、うん、野人はね、うん、こういうとこが大好き。上がらないじゃんか、クラブが。いや、クラブが上がるとかそういうのは関係ないの。関係ない。確かに上がらないんだけど。いや、上がるんだよ。ちょっと待てよ、これやめた。これはね、触れないね。いきますよ。でも素晴らしいですね。入った？入った。ゆっくりやっていきます。よし、ここからバーディー1トライだからね。うわー、曲がっていくね、やっぱり。ナイス。すげー曲がるな。おー、うまく打った。ナイス。入った？入ってない、入ってない。入ってないの？もう自分で見たらわかるでしょ。じゃあ俺パーパット打ちますね。ナイスパー。ナイスパー。ナイスの簡単に入れるんですかね。どうも見せますよ。何パットですかこれ？バーディーパットだね。じゃあ静かに。なんで芝の味を確かめたの？なるほど。来た。しみり外して。ナイスタッチですけどね。ダボです。いやでもあの根っこのとこからパターで上手くなかったですか？上手くった。あれ上手かったですね。あれすごいですよ。あれ上手くったね。いやだから皆さんね、諦めちゃいけないですよ、人生は。そうだね。
いや、あれ最初さ、こんなになってさ、俺ドキドキしててボールカツって当たっちゃうんじゃないかなと思ってさ、うん、そうやってたけど、最後上からこう上げて叩いてね、そうそうね、そうそうそう、テイクバック後ろに引くんじゃなくて、なんかやってました、真上に上げてこう下ろすみたいなね、うん、い俺はさっきから言ったけど、渋野さんより、うん、ゴルフもうダメ、今噛んだからダメはい、次行きましょう、はい、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。